名門イーデン校が所有しています大型複合施設、その一角に設けられているオレンジコート、春の高校バレーを思わせる戦いの舞台に穏やかな日差しが降り注いでいます。絶好のお出かけ日和でもありますが、その目には闘志が宿っています。アーニャ・フォージャー、エレガントなプレーを見せつけることができるのか。緊張の一瞬、まずはサーブから。静寂を切り裂くホイッスルとともに体育の授業が始まりました。まずはアウトにならないように慎重に安定感のあるサーブから入っていきました。大丈夫ます、頑張りますと自らに言い聞かせながら高まる緊張を抑え込んでいく。努めて冷静に、まずはしっかりレシーブから。スパイの父、そして殺し屋の母に育てられています。様々な視線をかいくぐってきました孤児院出身の6歳児。ひったくり犯を探したり、おじさんたちと本気の鬼ごっこをする頃と比べたら、バレーボールなど朝飯前といったところでしょうか。今度はトスを上げていきますが、ここは速いトス、変人速攻。落ちた強豪を飛べないカラス、俺にトス持ってこいと言わんばかりの日向子のオーラを感じ取ったんでしょうか。コート上の王様アーニャ・フォージャー、CV 石川海斗、ラリーもかなり長くなっていますが、この1点をどちらがものにするのか。今度はアーニャの力強いスパイク、渡すが君らだ、よろすお願いするます。間髪入れずに次はブロック、ここで止め切った、いらっしゃいませ。首チョンパ、体チョンパ、そして相手チームのスパイクもチョンパしていきました。1分近く続いたラリーを制した、これは1点よりも大きな意味を持ちそうです。激しい攻防戦、1階のベンチから、そして2階のカフェからも視線が注がれています。注目度もかなり高くなっていますが、人がゴミのようだ。アニメで覚えた言葉を吐き捨てて、今度はスパイクに回っていきますが、ここは阻止されました。さすがはエレガントイーデン校、やはり選ばれた人間しか敷居をまたいでいませんでした。引きずってはいけません、ここは一旦切り替えてもう一度レシーブから。コードネーム黄昏、父からのアドバイスを忘れていました。精神科医の大田療法、叩きつけるようにボールを打っていく。ただ相手には全く効いていません、ドンマイ父。ふわっと帰ってきました、これはチャンスボールになったか。早いトス、そこからの速攻です。しかししっかりと回り込まれていました。ここは個人技ではなく2人での協力プレーが重要になりそう。普段はオペラ見て美術館行ってレストランで食べていますが、実際は父に留守番を命じられているので一人寂しくテレビを見ています。やはり個人技、ソロプレーしか勝たん。小さく浮いとガッツポーズ、ここも高さで攻略していきました。字はかなり汚いんですが、わずか6歳にしてクロスワードパズルを解くこの IQ の高さ。スパイクのコースを絞らせてしっかりとシャットアウトしていきました。得意のブロックでいい波に乗りたいところですが、ここはあっさり返されます。一進一退、まさしくシーソーゲーム。下手矢でしっかりとアーニャの長さは判明しているんですが、ネットからは少し距離のあるバックアタックには対応しきれませんでした。さあ影山飛びを、今度は高いトス、少しタイミングも狂ったか。やりカバーしているむしろ力強いスパイク。相方日向子、名前的には日向に近いんですが、ポテンシャル的には白鳥沢牛若、いやそれ以上なのかもしれません。ラリーが続いていきますが、折り返しの3点目、一体どちらが先に取るのか。ここはシャットアウト。アーニャンチはでっかいお城、秘密組織のボスはキメラ長官、剣城鉄壁、その名の通り素晴らしいブロックでした。入学試験筆記テストは31点ギリギリのライン、字もかなり汚かった。とはいえ周りも同じ6歳児、元来勉強に振るはずのパラメーターをその分跳躍力の方に振っているのか。超能力とのシナジーも抜群。このレシーブも相手の心を読んでいきますが、スパイクのタイミングが合いませんでした。いい流れが確実に寄ってきている。アーニャを知ると世界が平和に、アーニャはピーナッツが好きです。さあマッチポイント、このまま決めきることができるのか。勝利は目前、ワクワクといったところでしょうか。ブロックを弾いて、しかししっかり読んでいる。これがエスパー、バレーという競技においてはチート能力。長さが判明した高い打点からのスパイク、ただここは拾われています。ジャンプした後にすぐにジャンプ、金木くんを食べながら金木くんを食べている。絶え間ない空中戦、やっていることはほとんどエーペックスバルキリー。ただここで返されました。しっかりと心は読んだはずでしたが、その脇を抜かれました。そろそろお腹も空いてきた。ただこの会場に母は存在しません。家に帰ればクッキーとココア、そして何より買い込んだピーナッツが待っています。残り1点、勝利の美酒は格別か。もちろん6歳未成年です。気配をより強く感じる力、見聞色の覇気、空島ではマントラと呼びますが、もちろんアーニャも覇気の使い手。素晴らしい反射神経と筋反応、難しいボールをしっかり拾って、ここで決め切りたいが、相手チームも覇気の使い手か。残り1点が近くて遠い初音ミクメルトの世界観。1枚のネットを隔てて強い気持ち同士がぶつかり合っていきます。気持ちで拾ってアーニャの高いトス、ただ少し打点の高さが足りませんでした。マッチポイントからとうとう追いつかれてしまいました。苦しい展開、ここからは2点差がついたら勝ち、デュースに入っていきます。アーニャ鼻くそほじりたい、気持ちもかなり折れかかっている。ただ売国クソ野郎殿に勝ちを譲るわけにもいきません。高いトス、気持ちに余裕を作って、素晴らしいストレート、一歩リード、そして王手をかけた大きな大きな1点。再びマッチポイントが点灯。長かったオレンジコートでのお出かけもいよいよ終局となるんでしょうか。
心を燃やせ煉獄杏寿郎、あとは得意のブロックで締めくくるだけ。ストレート、そしてコーナーに決まりました。週末の谷のナルトのサスケ、螺旋丸と千鳥をぶつけ合うように強い気持ち同士、お互い全く譲りません。逆だったかもしれねえ。我慢だ黄昏、面接試験、心ない質問に対して父は殴るのを我慢しました。苦しい時間帯ですが、アーニャも一つここは辛抱が必要です。親と子、決して血は繋がっていませんが、血に勝る心立ちの契約を交わしています。前方ではかなり日向子が頑張ってくれている。アーニャの先輩特許ブロックでなんとか得点をもぎ取ろうというところ。無限に続く白帯地獄、アーニャが飛び込んだ。日向子のためにもここは決めてあげたいところ。ただしっかりと拾っている。思い返せばイーレン校、ただの普通の体育の授業。成績のため、日向子のため、そして何より自分のため、高いトス、そしてこれを決めてくれました。家庭を転々としてきました。そして孤児院で一人ぼっちでした。ただある日の黄昏との出会いをきっかけに家族ができ、そして信頼できる仲間ができました。今日はその仲間と勝利の喜びを分かち合いたい。最後のサーブになるのか。アーニャお腹すいた。大丈夫ます、頑張ります。もう一度自分に言い聞かせて、最後は自分のスパイクで勝利をもぎ取りたいところ。ただここも拾う。カウンターのようなバックアタック、またしてもコーナーに決まりました。明らかにタイミングがずれている、いわゆるラグイオーです。特別ルール、次に得点した方の勝利です。この真実だけでもう胃がもたれていきます。極度のプレッシャーがかかるレシーブ、まずはしっかり上げて、スパイカーはアーニャ、ヒーローになれるのか。力強いストレート決め切りました。思いを一つに、決勝点はアーニャフォージャー。上から飛び乗ってやっつけて、臭い飯を食わせていきました。